どうもジールマンです。いや始まりましたね、アニメ境界戦記第2期ということで、今回ご紹介するのはこちら、アニメ境界戦記より HG72 分の1スケールメイレス剣舞ザン。はい、こちらアニメ境界戦記第2期の主人公機でございます。いやかっこいいね。まあこのね動画を撮影している時点ではまだ1話しか放送してないんですね。多分投稿されるタイミングでも2話は行ってないと思います。でね、その1話見たんですけども、まあネタバレになっちゃうんでね、あんま言えないんですけども、まあ、登場はしてるんですね。でもその時のさ、あのシーンがもう本当に話したいんだけど、バーって変わっていく、あれがめちゃくちゃかっこよかったのよ。もう見た人はね、ぜひ共感していただければと思います。ほんとね、いやこれいいよね。はい、改めてね、箱絵でございます。このね、超熱心式戦闘長刀がかっこよい。すごいね、今回ね、刃の部分がオレンジとかじゃなくて青いんですよね。そしてこちらがサイド部分、まだ出たばっかりで情報はね公開されてないのか、ここにね細かく書いてある情報、これもかなりざっくりしたものになってます。ただこうやって横にずれていくといくつかね、こう情報が見えてきますよね。ちなみにこの剣舞ザンも特殊運搬車に乗せることが可能みたいですね。これ後ほど試してみます。さてそれでは、このかっこよくなったメイレス剣舞ザン、早速開封だ。はい、ということでこちらがメイレス剣舞ザンの中身になります。多分気のせいなんでしょうけど、なんとなくねメイレス剣舞の時よりも、はい、パーツにボリュームがある気はしますね。そしてこちらがランナーの一部でございます。はい、メイレス剣舞の時よりもね赤がすごく増えました。ただジールマンの境界戦記プラモ紹介ではシールを一切使わない完全パッチ組でお届けしますので、そちらご了承ください。そしてこちらが説明書、こんな風に上部には箱絵と同じイラストが書かれてます。下の方にはメイレス剣舞ザンの機体情報と自立思考型 AI ガイの情報、シーバアモー君の情報は書かれていません。アモー君の情報が書いてないのはかなり気になりますが、まあそれは一旦置いといて、まずは早速組んできました。待って待って、ちょっと待ってよ、もうかっこよすぎでしょこれ。てなわけでこちらが組み上げたメイレス剣舞ザンの内容物になります。まずはメイレス剣舞ザン本体、そして手に持つ武器が2つと、あとは腕部にね装着する武器が1つ、でさらにはね武器持ち手でございます。ランナーでは結構ボリュームがあったんですけども、組み上げたらねかなりすっきりしましたね。まあその理由として、はい、このようにね一切使わないパーツ、これもね今回結構ありました。これねメイレス剣舞の時の足首だったり、あとは、肩パーツ、そういったものねあったんですね。なのでまあこのパーツもそのままね、ザンに取り付けようと思ったら取り付けることができます。まあ先ほどの余剰パーツ、このメイレス剣舞ザンに取り付けなくても、その他のねメイレス機とは互換性があって付けることができるので、ボーナスパーツという考え方もできなくはないですね。さてここからはこのメイレス剣舞ザンをターンテーブルでご覧いただきながら、機体データについてお話をしていきます。はい、ということで改めてこちら機体名はメイレス剣舞ザン、型式番号 YM-04、 全高が 10.8m、 重さが 11.5トン、搭載されている自立思考型 AI はガイ、そして肝心のパイロット、説明書に記載はありませんが、おそらくシーバアモー君だと思います。さてそんなメイレス剣舞ザン、こちらゴーストとの戦闘で全開した剣舞の後継機でございます。機体形状はメイレス剣舞と似ていますが、その内部仕様は設計段階から全面的に刷新されています。その際に装甲が補強され重量が増しているんですけども、出力、機動力、持久力と全ての能力が向上しているそうなんですね。中でも特筆すべきはその機動力、メイレス剣舞での実戦経験により学習を重ねた自立思考型 AI ガイ、
そのガイの高度な判断機能も相まって、瞬発的な動作速さ、これはね、他のメイレスキやアメインとは比にならないそうです。そして武装なんですけども、こちらもね、機体の出力向上により剣部が使ってた時よりも重く威力の高いものを装備しております。それが今背中に背負っている超熱伸式戦闘長刀。こちらはメイレス剣部が使用していたものよりも大型で刀身が長くなってます。その長さと重さはこのメイレス剣部ザンだからこそ自在に扱えるんですね。なのでこちら通常のアメインではまともに振ることすらできないそうです。そしてこちらも新装備、 40mm 腕部機関砲。こちらはその名の通り腕部に着脱可能な専用火器でございます。一つのマガジンに 40mm 弾を20発装填可能だそうですね。すごく特殊なものではないんですが、一応ね、専用火器だそうです。最後は 60mm 蛍光機関砲。こちらはね、特に新しい装備ではなく前からあるものと同じです。はい、ターンテーブルでご覧いただいている間にメイレス剣部ザンをポージングさせてみました。いや、めちゃくちゃかっこいい。やはりこの赤がね、すごくいい仕事してますよね。剣部がね、かなり白が強かったんですけど、赤が増えることでよりなんかね、こう和装っぽい感じがすごくあります。あとはお顔、いや今回のこのザンのお顔めちゃくちゃかっこよくないですか。さっき言ったね、この赤が増えたことで和装感がね、強まったことに加えて、このお顔、これがね、口元とこの角が合わさって、そこはかとなくね、鬼っぽいんですよね。それが本当にね、余計和を感じさせてくれるんで、いや僕はね、胸厚なデザインだなと思いました。そしてこの超熱伸式戦闘長刀の迫力よ、体験はロマン。はい、ごめんなさい、ちょっと熱くなっちゃいました。僕ね、あのモンハンでは体験使いなんで、やはり体験が大好きなんでございますよ。こんな大きい片刃の剣を片手で軽々と扱っちゃうよみたいな威圧感と、あとはですね、剣部と比べてほんとトゲトゲしたデザイン、そしてよりね、カクカクとしたデザインに変わってるなっていう部分、そういうのね含めて、やはり改めてこちら、うん、とても鬼っぽいと僕は感じました。一方でこの 40mm 腕部機関砲や 60mm 蛍光機関砲を持った射撃ポーズもめちゃくちゃかっこいいですよ。これプロポーションの問題なのか、なんとなくね、全体的にほんと剣部以上にポージングが決まるようになったななんて思います。ちなみに剣部と比較して何か極端に可動域が増えたみたいなのはないと思います。では実際に剣部と大きな可動箇所の差がないかを比べてみるんですけども、いや、ザンでか。一応データ上ではね、剣部が 10.4m、 ザンが 10.8m でね、そんなに大きさに差はないはずなんですけども、でか、ザンでか、うん、高いというかでかいという表現がなんかすごく合ってると思います。さすがね、剣部っぽい見た目ですが、設計段階から全て刷新されただけのことはありますね。なんとなくこの進化、ベルトールからベルトールセカンドになったみたいな感じがして、ジールマン的にすごく胸熱。まあそれはいいとして、その稼働の話なんですけども、まあ、改めてね、僕もちょっと確認をしてみたんですが、やはり、うん、剣部と何か大きな違いのある稼働というのはなかったと思いました。抜けがあったら本当にごめんなさい。見た感じでね、違うっぽいのってこの足首なんですけど、これもね、要は剣部の時もここの軸がね、こうやって曲がるのと、あとはこの靴部分がね、はい、これ左右に振ることができる、そういう可動だったんですよ。あとはこの靴そのものはね、ぐるりと回るとか、そんな感じだったんですね。でザンの方、これね、カバーがついてるんですが、この前後に足首が動く可動、これ同じで、あとは靴部分が左右にこうやってね、振ることができるという可動、これも同じなんですね。ただ足首周りが、足首周りっていうか靴周りですかね、ぐるぐるとこう動かす回転の可動がなくなっちゃったんですよね。だからなんだったら可動域に関して言えば、メイレス剣部の方が、うん、ちょっと可動域が広かったまであります。あとは股関節、腰、お腹、
で、肘、手首、肩、二の腕、首、そうですね、特に変化は見られませんでした。ちなみに互換性なんですが、はい、ただいまね、肩部の方にザンの腕、足を取り付けてます。つまりこのメイレス肩部ザンはメイレス機同士だったらこのように変わらず互換性があるということですね。なので上眼や白痴、霊気なんかとも互換性がございます。さて今回の動画最後はこちら。そうです、この特大型走行特殊運搬車、通称 ASC、 こちらにメイレス肩部ザン乗せてみます。はい、ご覧ください。結構ね、ほんと大きくなったメイレス肩部ザンですが、しっかりとこの ASC に収まりました。いやもうね、メイレス肩部の時と違ってパンパンのキッチキチでございますよ。ただちゃんと収まってるっての気持ちいいですよね。いやー、アニメ2期が始まってもね、この ASC の使い道まだまだあるようでよかったです。これから先メイレス上眼回、そしてメイレス霊気回の発売が決定しているので、それらもねパワーアップした上でこの ASC にどのように収まるのか、どういう設計をしてくるのかみたいなところに注目して買ってみるのもいいかもしれませんね。ということで今回はアニメ境界線機より HG1/72 スケールメイレス肩部ザンのご紹介でした。このメイレス肩部ザンのカラーリングすごくかっこいいね。後継機がボリュームアップするっていう設定大好物だよって方も、そうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またねー。